fan of Sebastian Matsuda, and I love like kawaii fashion. And I just thought it was such a unique experience, so I wanted to come and try it out.見回してみるとどうしても日本から持ってくる飲食なのにポップカルチャーをイメージしたお店がないんじゃないかと。で、まあ、僕は、まあ去年まで日本に住んでましたので、やっぱ日本の最新の東京のカルチャーを持ってきて、でそれで和食っていうのを表現してみようと。